皆さんどうもこんにちは、アプリゲーム情報局のシーサーです。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。ついにですね、デッドバイデイライト日本配信が正式的に決まりました。日本配信は4月28日の木曜日に正式発表されました。もう少しでね、日本国内でもスマホでね、デッドバイデイライトが遊べるんですけども、今回ですね、少しでも早く遊びたい、そんな方に向けて今回は動画を作っております。ということで、今回はお手持ちの iPhone そして iPad を持っている方が今すぐデッドバイデイライトをダウンロードする方法、これについてご紹介していきたいと思います。今回ね、デッドバイデイライトを入れる作業なんですけども、約5分弱ねあればね、簡単に入れることができるので、ぜひね、動画を最後まで見ていただいて遊んでみてください。それでは本日の動画始めていきましょう。それではですね、デッドバイデイライトをダウンロードの方やっていきましょう。まずですね、 iPhone の App Store を起動します。そしたらですね、下の検索のところを押していただいて、そしたら一マークがあるので右上の一マークを押します。その後にアカウントの画面が開きますので、自分の名前を押します。国または地域名を選びます。国または地域を変更というのがありますので、こちらを押します。で、この中から今回ですね、アメリカ合衆国を選択します。で、右上の同意するを押します。で、再び同意するを押します。そしたらですね、国または地域名の情報を入力する画面になりますので、このように入力の方お願いします。そしたら右上の押します。画面がですね、英語表記になれば無事完了です。そしたらですね、今度はデッドバイデイライトをダウンロードしていきます。リサーチの下の検索欄にデッドバイデイライトと打つと、このようにですね、画面に表示されますので、ダウンロードのマークが出ますので、こちらを押します。で、ダウンロードがね、無事完了しましたら、アップストアを日本語表記に直していきます。まずアップストアを開きます。この時ですね、 Today という画面になっていない方は、左下の Today を選択してください。 Today の画面の状態で右上の一マークを押します。そしたらですね、アカウント名、自分の名前が表記されてますので、アカウントを自分の名前を押します。そしたら上から3つ目、 Country というところがありますので、こちらを押します。で、国または地域を変更がありますので、こちらを押します。で、今度はですね、英語表記なんですけども、日本が Japan と表示されてますので、 Japan を探していきます。 Japan を選択しまして、で、右上の同意する、で、再び同意するを押します。で、先ほどと同じく国または地域名を選択の画面が出ますけども、こちらはですね、自分の個人情報の方を入力してください。で、完了しましたら、右上の次をね、押してもらうと画面がですね、日本語表記に戻りますので、ぜひね、こちらで日本語の方を直してみてください。最後まで動画を見ていただいてありがとうございました。今回のデッドバイデイライトは VPN アプリがなくてもゲーム一つで簡単に遊ぶことができるので、ぜひね、遊んでみてください。はい、ということで今回なんですけども、デッドバイデイライトモバイルのダウンロード方法を紹介しました。少しでもね、参考になりましたら、動画の高評価もしくはね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。またですね、皆さんのデッドバイデイライトモバイルの最新情報をね、ぜひね、コメント欄で共有の方お願いします。こちらのチャンネルはちょっとした隙間時間に遊べるスマホゲームだったり、夏休みや冬休みなど長期休みにがっつり遊べるスマホゲームをたくさん紹介してます。ブログでは毎週ね、新作のスマホゲーム情報を発信していますので、もしよかったらね、ブログの方もチェックしてみてください。本日もご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。アプリゲーム情報局のシーサーでした。バイバーイ。